風間直樹君、はい、よろしくお願いいたします、えー。今日は会計検査員に質問をいたします。あの5、6年前から毎年、えー、この決算委員会でやらせていただいている質問です。えー、配布資料3枚お配りしてありますが、最初の1枚目、えー、国家公務員法160の16条の25第1号等の規定に基づく。 国家公務員の再就職状況の報告と、えー、平成30年1月1日から同年12月31日分を今日は質問の対象とします、えー、これは何かを簡単に言いますとあのご案内のとおり、えー、現在、国家公務員の、えー、再就職に関しては、えー、中央官庁等の口利きによる再就職が禁止をされています。 これは今から10年ぐらい前ですかね、法改正になってそうなりました、それで、あのただ禁止はされているにもかかわらず、おととしでしたでしょうかあの、文科省で発覚をしましたように、役所の口利きによって、大学に再就職していたというケースがあったわけです、えー、キャリアの方もノンキャリアの方も、えー、口利きで再就職をしてと。 でこういうことが起きないように、まあ、国会でチェックをしなきゃいけないでこのチェックの一、まあ、つの材料判断データとして毎年、内閣官房が各省庁の退職者がその後、どこにいつどういう役職で再就職をしたかを取りまとめましてその結果を総務省のホームページに記載をする形で公表しています。 で私の事務所では、毎年この決算委員会の時期になりますと、えー、事務所の者がこの総務省のホームページを全部見まして、そこから会計検査院を退職された方、まあ、今回のデータでは、平成30年の3月末と平成29年の3月末、2年間にわたって退職した方が、その後どこに再就職をしたか、これをまとめて、 今日お配配りの配付資料にしていいるととうことですであの私がこの質疑を始めたきっかけというのは、まあ、かつてこの委員会でも何度かお話をしてますけれども56年前にわが耳を疑うような話を聞いたことがきっかけですどういう話だったかというと会計検査院の退職者が会計検査院在職中に まあさまざまな役所に対して検査をするわけですね。で、自分が退職するときに、その役所の口利きで、役所が所管をしている公的団体、あるいは民間法人に再就職をさせてもらっているという話を聞いたのがきっかけです。で、私はまさかそんなことがあるはずはないだろうと思って、最初は、ご冗談をという対応をしたんですけれども、 いや風間さん、実はこういう話もあるんですよと聞かされたのが、えー、かつて、えー、国の内部統制機関のトップをお務めになった方々が、えー、そこの問題に関する非常に内密的な会話もこういう会話も交わされたことがあるんだという話を聞きましてあこれはどうやら笑って済ませる話じゃないんだということを感じそしてこの質疑を始めました。 多分、今日この委員会でやるのが6回目か7回目の同種の質疑になると思います。え今日は、えー、検査委員長が、えー、先の川戸委員長から、えー、交代をされまして、えー、この場で質問をさせていただくのはこの問題では初めてかもしれません、まあ、以前検査官を務めのときに一度この問題で、えー、所管を伺ったことがありますが今日はそういった趣旨で質問をいたします。それで、まず資料の1枚目について、 個別の確認をしたいいと思います、えー、この配布資料はあの、先立って会計検査院の事務方に手渡しをしました、そして、えー、検査院長によくしっかり答弁いただけるように準備をしておいてくださいと、えー、お願い済みであります、えー、資料は、えー、それぞれ退職者のお名前欄には黒塗りをしています。 まあ個人情報になりますので、お名前を出すのは、いささか、不都合があるだろうと思って、そうしました。で、名前の欄の左側に番号が振っております。ご覧のとおり、1番から14番まであります。で、このうち重複している方が複数いらっしゃいます。4番と5番の方は同一人物。6番と7番も同一人物。 8番と9番、10番と11番がそれぞれ同一の人物であります。つまり、1、2、3、4人の方が重複をしているということです。どういうことかというと、4人の方が複数の再就職先で職を得ているということであります。で、ちょっと私がこの中の表で、気になった方から、数人、まずお尋ねをしたいと思うんですけれども、 あの離職時の官職というところを皆さんご覧いただきますとお気づきのとおり、まあ、退職時の年齢は皆さん60歳で一緒なんですがこの退職時の役職についてはキャリアの方とそれからノンキャリアの方というのが大体一目瞭然でお分かりいただけるだろうと思いますその中で3番の方離職時の官職が会計検査院の第5局長ということで この方はおそらくキャリアだろうと思います、えー。平成29年12月末日に検査員を退職され、平成30年の4月1日に岩手県庁に代表監査員という形で再就職をされています。えー、検査員にお尋ねしますが、この方に対する、この方の再就職に関しては、何らかの紹介やら口着きがあったんでしょうか。柳会計検査院長。 お答えいたします地方公共団体等に再,再就職する場合は、国家公務員法第106条の2の規定等による再就職あっせんの禁止の適用の対象から除外されております。本件は岩手県から同県の監査委員として適当な人材の有無について、本位に問い合わせがあったことから、これに協力して情報提供したものでございます。 人選は岩手県において行われ県議会の同意を得て選任されたものと承知しております風間直樹君ありがとうございますあのこの質疑では私比較的淡々とですね、えー、一人一人の退職者についてお尋ねをしておいてきますあのかつてこの委員会で同様の淡々とした質疑をしていましたら この質疑にどういう意味があるのかという場内発言が出たことがありますので、あらかじめ今日あのご臨席の先生方にご紹介しておきますとあの、まず国会として一つ一つを事務的に確認することが、私はあの、まあ、会計検査院をはじめとする各社に、役所に対する非常に強いチェックになると考えております、そのため、淡々とやらせていただいています。 次にお尋ねします、これ念のためですが、4番と5番の方、離職時の官職が検査院事務総長官房審議官、まあ、おそらくこの方もキャリアだろうと思います、再就職先の業務案内が弁護士業、そしてその地位が弁護士ということなので、まあ、おそらくこの4、5の方は弁護士の資格を持っていらっしゃる方だと思うんですが、念のため伺います。この方に関しては 再就職にあたって、えー、検査員その他の役所による紹介というのは何でしょうか宮内会計検査院事,事務総局次長。 個別の事項でございますので事務局からご説明させていただきます。4番5番でございますが、このものあのなおキャリアではございません、ノンキャリアでございます。それから放送資格を持っております。でお,お尋ねの経緯でございますが、当該元職員につきましては、国家公務員法16条の第16条の23の規定に基づく規定等に基づく本人からの届出によりますれば、同規定届出事項は氏名、離職時の間職、再就職先の名称等とされておりまして 再就職の詳細な経緯は届け出事項とさ,、ま、されておりませんことから、再就職の詳細な経緯については本人は承知しておりません。会計検査院におきましては、届け出内容を確認することに加え、届け出者本人から当該再就職に関し、再就職活動を始めた時期や、国家公務員法第106条の2年を規定に違反した事実の有無について確認するなどしており、その結果、国家公務員法等に違反する事態ではないと理解しております,ます風間直樹君。 続けてお尋ねします、6番、7番、この方も同一人物ですが、離職時の官職が検査員の第2局、管理官好き、業績検査計画官、えー、おそらくノンキャリでいらっしゃるのかなという感じがしますけれども、再就職先が一つはパブリックコンサルタント株式会社、専務取締役。 もうう一つが安田建設株式会社、同じく専務,専務執行役員ということいこです、えー。私が今まで見てきたケースでは、あのまあ、ノンキャリアなのかキャリアなのか分かりませんが、仮にノンキャリアだとこの方がすると、えー、複数の再就職先で職を得られるというのは、極めて珍しいケースかなと思うんですが、このケースでは、あ各省庁内市会計検査院からの紹介、口利きといったことはあったんでしょうか。 会計検査院宮内事務総局次長。 6番7番についてお答え申し上げます。なお、この職員はキャリアでございます。6番7番、いずれにつきましても、先ほどと申し上げましたとおり、国家公務員法160条の24の規定等に基づく本人からの届け出によれば、届け出事項は氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届け出事項とされておりませんことから、再就職の詳細な経緯については本人は承知しておりません。検査におきましては、届け出内容を確認することに加え、 届出者本人から、えー、この2つの再就職に関し、再就職活動を始めた時期や、えー、国家公務員法第106条の2の規定に違反した事実の有無について確認するなどしており、その結果、国家公務員法等に違反する事態ではないと理解しているところでございます風間直樹君、まああの。毎年同じ質問をし、えー、大体毎年同じ答えをいただくということで。 あの非常に、まあ、インターネット等でご覧の国民の皆さんもなんか単調な質疑を風間はやっているなと思う方いらっしゃるかもしれませんあのしかしです、ね、こうした質疑が後になって、えー、実は非常に大きな意味を発揮するケースがあるわけでして例えばあの、一昨年の文部科学省で発覚した菊池危機による天下り,りのケースもし、あのケースで、えー、あれが発覚するに先立って 同種の質疑が文科委員会なりで行われていたとすれば、その時文科省がどういう答弁をしたのか、その答弁が後になって、実は国会に対する虚偽答弁だったという可能性も、あのケースでは出てきたかもしれないということでありますので、あの淡々とやらせていただいています。えー、次のの方についてお尋ねしますす番番と同一人物ですがが離職時の官職時官官検査員第5局上席調査官 キャリアなのかノンキャリアなのかを伺います、同時に再就職先が学校法人日本医科大学、監査室室長、そしてもう一つ、株式会社医大サービス、監査役、この方に対しては再就職にあたって、役所内市会計検査員からの紹介や口聞きはあったんでしょうか会計検査員、宮内事務総局次長。 お答え申し上げます。8番、9番あ、失礼しました。8番、9番でございますが、当該元職員はノンキャリアでございます。そして、再就職の経緯についてでございますが、国家公務員法第106条の24の規定に基づく届出事項は、氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされ,されておりませんことから、再就職の詳細な経緯について本意は承知しておりませんが、本意におきましては、届出内容を確認することに加え、 え、届出者本人から、この二件の再就職に関し。再就職活動を始めた時期や、国家公務員法第十六条の二の規定に違反した事実の有無。について確認するなどしており、その結果、国家公務員法とに違反する事態ではないと理解しているところでございます。風間直樹君。はい、ありがとうございます。えー、次の方ですが、十番と十一番同一人物です。えー、最終官職が検査院第一局司法検査課長。 キキャャリリアアかかノンキャリアかをお尋ねしますその上で、再就職先が、共和コンクリート工業株式会社、でこの方は同じこの会社の中で、顧問という役職と、常務という役職、2つを得てらっしゃいます、この方の再就職は、館長ないし、会計検査院の紹介、あるいは口利きによるものでしょうか。会計検査員宮内事務総局次長 お答えいたします10番、11番についてでございますが、この職元職員はノンキャリアでございます。それから2つの役職ということでございましたが、これは一旦顧問として再就職した後に、社内においてポストの変更があったものというふうに理解しているところでございます。で再就職の経緯でございますが、国家公務員法の規定に基づく届出事項が氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされておりません。ことから再就職の詳細な経緯について,は本院が承知して おりませんが本人におきましては、届出内容を確認することに加え、届出者本人から当該再就職に関し、再就職活動を始めた時期や、国家公務員法第106条の2の規定に違反した事実の有無について確認するなどしており、その結果、国家公務員法等に違反する事態ではないと理解しているところでございます風間大樹君。はいいありががとうございますじゃあ次ののの方方番、えー、官職が検査員の事務総長 ででいいらっしゃいますす、まあ、キャリアですね、えー、最終職先が株式会社 NTT データ、えー、役職が常勤監査役ということで、あのちょっとこれは、ですね、えー、この会社名、NTT データという会社なんですが、過去にも私の記憶では、検査員のキャリアの方が再就職、別の方がしていた記憶がございます。 えー、数年前、本会議でもお尋ねしましたが、あの検査員の再就職者に関しては、複数の方が同一先、まあ、いろんな例えば学校法人だったり、えー、民間企業だったり、同一先に複数の方が再就職されるケースがあるもので、もしかしたら検査員の指定ポストがあるのかなという認識も私は持っているところでありますが、えー、ちょっとそのことも併せてお尋ねをします。この方、まあ、キャリアだと思いますけれども 再就職にあたってはあ、えー、省庁ないし検査員の紹介、あるいは組織があったか、そしてこの NTT データに過去も会計検査員からキャリア、ノンキャリアの方が再就職をしているのではないか、あ以上お尋ねします会計検査院宮内事務総局次長。 お答え申し上げます当該元職員のキャリアでございますが、国家公務員法の規定に基づく届出事項が、氏名離職時の間職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の詳細な経緯については本意は承知しておりませんが、届出内容を確認することに加え、届出者本人から当該再就職に関し、再就職活動を始めた時期や、国家公務員法第1六6条の2の規定に違反した事実の有無について確認するなどしており、その結果、 国家公務員法とととに違反すするる事態でではないいい理解しているところでございますそれからまた、同社に過去にも再就職があったのではないかというお尋ねでございますが、国家公務員法の規定による届け出等により把握しているところでは、当該再就職先については、これまで同人以外の元職員が再就職しているケースは承知していないところでございます風間直樹君。はい次次に、えー、次お尋ねしますす最後14番ですが、えー 最終官職は検査院事務総長官房審議官ですね、キャリアの方かノンキャリアの方か、そして再就職先が神奈川県臨海鉄道株式会社、監査役として再就職をされています、この再就職に際しては、省庁の紹介、検査員の紹介、内職口付きがあったのかどうかお尋ねします、はい、会計検査院、宮内事務総局次長。 お答え申し上げます当再就職,職の経緯についてでございますが、国家公務員法の規定に基づく届出事項が氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の詳細な経緯については本意は承知しておりませんが、会計検査院におきましては、届出内容を確認することに加え、届出者本人から、当該再就職に関し、再就職活動を始めた時期や、国家公務員法第百六条の二の 規定に違反した事実の有無について確認するなどしておりその結果国家公務員法等に違反する事態ではないと理解しているところでございます風間直樹君はい、ありがとうございます、えー、配付資料の二枚目三枚,枚目についてお尋ねします、まあ、これもあの毎年この委員会で、えー、お尋ねしている内容でして、えー、毎年検査員がです、ね、決算検査報告書という、まあ、非常に分厚いあの電話帳のような報告書を出しています 各議員のお部屋にもこれあの、毎年来るわけですけれども、その報告書を一枚一枚めくりまして、省、え、庁、ー、別の個別の検査結果を私の事務所で調査いたしました、その結果、取りまとめたのがこの表です、どういう見方をするかといいますと、まず左に法人団体名が載っております。 でその次に、検査員決算検査報告書年度という欄がありますが、これはですね、例えば一番上の新エネルギー産業技術総合開発機構でしたら、えー、調べた過去年12年度分ですかね、平成18年から平成29年度分のこの決算検査報告書の中に、この機構が、 これ毎年何らかの問題があって、指摘、掲載をされているということであります。で、所管省庁が経産省と資源エネルギー事長、その右側に3名という数字がありますが、これは平成18年度から29年度までに、検査員の OB が合計何人、ここに再就職をしたかという人数です。で、その右側の年月日、これはその3人が、 ここに再就職をした年月日、一番上でしたら平成25年4月1日、そしてお二人目が平成27年10月1日、3人目が平成29年4月1日ということであります、でざっとですね、えー、法人団体名が1番から14番まで並んでおりまして、でその中にですね、毎年、まあ、この18年度から29年度まで登場する団体が3つあります。 今の新エネルギー産業技術総合開発機構そして3番目の科学技術振興機構そして9番目の東京地下鉄ということなんですねあの時間の都合もありますので今日はこの3つの法人団体についてお尋ねをしますこれら毎年検査員自身の検査報告書の中で国費の使い方に関して この3団体については、毎年問題がありますよと指摘されている団体なんですが、そこに検査員から再就職をしている方がいらっしゃると、新エネルギー産業技術総合開発機構の場合は3名、科学技術振興機構の場合は2名、そして9番目、東京地下鉄の場合は2名ということなんですが、これはあのちょっと検査院長に直接お尋ねしますけれども、 これ問題ないんでしょうかね。あのといいますのは、えー、検査員が決算検査報告書の中で、えーまあ、例えばですね、3番目にしましょうか、科学技術振興機構には、こういう国費の使い方に関して、こういう問題がありますよと指摘をした、でその中で、まあ、平成18年から平成29年まで、 9年度まで毎年指摘をしているんだけれども平成21年4月と平成26年4月お一人ずつここに再就職をしている方がいるとでこれどうなのかなとあの、まあ、検査員が問題を指摘している団体ですからそこに誰か検査員の OB が再就職をするということは何らかの,あの利害関係を疑われかねないケースだと思うんですが その辺委員長、どんなふうにお考えでしょうか柳会計検査院会計検査院の職員は、一般職の国家公務員として、国家公務員法の適用を受けており、会計検査院としては当然のことでありますが、職員の再就職につ,ついて、この国家公務員法の 退職管理の初期定を遵守し、職員の営利企業等への再就職圧旋は一切行っておりません。国家公務員法では、職員であったものが。利害関係企業等に再就職、再就職すること自体を規制していないこと。元職員の職業選択の自由を制限する恐れがあることから。会計計算委員として、国家公務員法の規制を遵守した上で。 検査対象の団体等に再就職することをやめさせることは難しいと考えております。会計検査院は、元職員が在籍する検査対象の団体等であっても、厳正な検査を実施して、不適切な事態があれば指摘をして、検査報告に契機しているところであり、検査に影響を及ぼすことはございません。委員もご承知のとおり 会計検査院の検査活動は、非常に事務総局においてえ厳正に行われており、さらに検査官会議でえさらなる審議を行ってえ、厳正に検査を行っているところであります。会計検査院としては、今後とも厳正な検査を実施していくことが極めて重要と認識しており,、ま、おりまして、国家公務員法を遵守することはもちろんのこと、検査に影響を及ぼすようなことや、国民の信頼を損なうことがないよう、引き続き努力してまいります。 私、常任委員会は財政金融委員会に所属してましてね、えー、ここ数年、森友問題、家計問題、ずいぶんやりました、で確かあ、昨年度のこの検査院の決算・検査報告に対して、この,検査員あの決算委員会で、えー、の昨年度の質疑の最終盤に、 えー、決裁委員会から参議院から決あの会計検査院に対して、えー、叱責をしたんですね非常に厳しい叱責でした要するに森友問題で検査院があ参議院が要請した検査内容をしっかりと果たさなかったという趣旨の叱責をした私もあの委員会室でこの叱責を読み上げる決裁委員会の ある委員の方のお話を聞いていましたけれども、私自身、背筋がおのずと立たされるほど非常に厳しい内容でした、つまり、あの森友での叱責に表れているように、あの今、委員長おっしゃったとおり、検査員というのは、やはり真面目な職員が大勢いらっしゃって、特にその現場の職員ほどです、ね、もう税金の使い方に不公正があってはならないという使命感を持って、 日常非常に努力をしていただいている、私はそのことに大変深い敬意と感謝の気持ちを持っています、ただ、上部に行くと、やはり各役所との付き合いが出てくることも、これはあの間違いないんですね、例えばその付き合いの一端は検査員に対して、財務省から主要ポストに出向者が来てますね、これも付き合いの一つだろうと思います、必要な付き合いかもしれませんが。 ですので、そういう付き合いの中でさまざまなしがらみが生じる必要可能性もあるから、こうした質疑を今日この場でしております。あの委員長、あれですか、これ、今、国家公務員法では、検査院の決算、検査報告で問題を指摘した団体に対して、まあ、検査院の職員が再就職することは禁じられてないのねと。 といいうことをおっしゃいましゃまたけれども私はそれは非常にちょっと問題発言かなと思って今、聞いてたんですけれども、あの検査官会議で今、ご答弁されたことがあまあ話し合われたことはあるんでしょうか、つまり、こうした検査員自身が決算検査報告で、この団体に対する公費の使い方には問題があるねと。 いったところに、党の検査員の職員が再就職している、この問題に関して話し合われたことはあるんでしょうか柳会計検査委員長。 委員ご指摘の点は、あの会計検査院の中でも非常に厳正に受け止めております。えー、森友の問題等でも、えー、改ざんの文書等で、えー、非常に検査活動に支障が起こったこと等についても、えー、厳しく反省をしているところであります。えー、そして、えー、検査官会議では、えー、事務総局が 何重にも審議を行ったことを踏まえてです、ね、それぞれの案件について、いろいろなことを質疑を行い、そしてその所見が適正であるかどうかについて、厳格に審議をしているところであります。 もちろん、国民の信,頼にの信頼の上に、会計検査というものを厳正に行わなければならないということは、上層部であっても非常に厳しく受け止めているところであり、いろいろなご批判に対しても真摯に受け止めているところであります。今後とも検査を厳正に国民,の国民の目線に立って行っていくということを努めてまいりたいと考えております風間直樹君。 あの財政金融委員会で見てましてね、この財務省と会計検査院の関係というのは非常に難しいんだなと感じました、つまり財務省も検査院も同格なんですよ、どちらが上じゃない、財務省に対して国会は上ですね、国権の最高機関ですから、ただ、検査院は内部統制機関といえども、各役所と同格の立場であります、で同格の立場の組織が、同格の立場の役所に対してチェックをすることだ、これ容易ではありません。 私は会計検査院に関しては、国会に組織を移した上えで、会計業務をはじめとする行政監視に当たらせるべきだという考えを持っていますので、そのことを提案し、質疑を終わります。ありがとうございました。 立憲民主党、民友会希望の会の小川